強く確かに結ばれる親子の絆、我が子に寄せる雅子さまの思いは遠い日の小和田由美子さんの思いと同じです。世の中の娘の誰もがそうであるように、雅子さまもまた母由美子さんの背中を見ながら育ちました。外交官の父久志さんと共に海外を転々として暮らした一家、言葉も文化も異なる外国で、娘たちが片時も日本を忘れないようにと勤めていたのは母由美子さんでした。とりわけ大切にしていたのは絵本の読み聞かせ。母親の声で優しく語りかける読み聞かせは、子供の心を落ち着かせ豊かな情操を育むゆりかごになるのです。古くから由美子さんとお付き合いのある柏谷貴美子さんは言います。とても日本の文化とか習慣とかっていうことはすごく大切にしてらっしゃいましたね。ですから礼儀作法とか、それから、まあ、例えばその豆まきであるとか、ひな祭りであるとか、なたなまたであるとか、お月見であるとかっていうのをちゃんとやってらっしゃいましたし、それからお子様のご本の読み聞かせみたいなのもね、ほとんど日本のドアが多いって言ってらっしゃいましたし、自然にそれこそ自然体でそういうことをお子様に伝えて、暮らしの中で伝えてらしたように私は感じますけれども。水玉模様のワンピースは、多忙な毎日をやりくりしながら由美子さんが一針一針縫い上げたもの、娘を思う母親の愛情の賜物です。雅子さまは文字通り由美子さんの優しさに包まれて育ったのです。小和田家のアルバムに残る一枚の写真、母と娘が頬を寄せ合うその様子は、くしくも殿下が撮影された雅子さまと愛子さまのお姿にとてもよく似ていました。親から子へと注がれた愛情は、大地を潤す春の雨のように豊かな滋養となって幼い心に染み込んでいくものかもしれません。お茶目な愛子様を拝見するにつけ、私たちは思うのです。両殿下の我が子に寄せる思いの深さ、宮内庁文化祭に出展された愛子様の作品、白いおひげのサンタさん、どんぐりで作ったお父様とお母様の真ん中に愛子様がいます。ご一家のお幸せそうな暮らしぶりが目に浮かぶようです。こちらは東宮御所の庭で撮影された一コマ。うわっ、すごい、大きなさつまいもは愛子さまご自身が水やりをして育てたもの、土に触れる喜びもお忘れではないようです。明日からはいよいよ幼稚園、愛子さまが入園される学習院幼稚園では、子どものために母親が手作りのカバンを作るのが習わしと聞きました。カバンを作りながら、雅子さまは思われたかもしれません、由美子さんのあの水玉のワンピースのこと。去年雅子さまはこうおっしゃいました。娘の愛子も日々の生活の中で見せる仕草や言葉の中に、ユーモアや思いやりの気持ちがうかがえるなど成長を感じております。早いものでもう幼稚園に通うことになりますことに
考えを覚えます。